こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで私は今、なんと北海道は稚内の空港に来ております。普段このチャンネルを見てくれている人と交流を図るために日本最北端の地に行って、そこでツイッターとかで今ここにいるよってつぶやいて、会いに来てくれた人と一緒にゲームをして交流を深めて、それを感謝の気持ちに変えられたらなと思ってやってまいりました。東京の方で飛び立つ前に一回この時間に稚内に到着するよっていう風なのをつぶやいて、もし会いに来れる人がいたら来てくださいねって言ってはいるのですが、今到着してロビーを特に何事もなく通り過ぎて出てこれました。幸先的にはどうなんだろうっていうことですが、この稚内の中で誰かに会えたらなと思っております。では行きましょう。到着してもう外に出て感じたのは、東京よりもだいぶ温度が低いから超涼しいな。さあ、もう海が見えております。ここから35分くらいかけて宗谷岬に行くみたいです。さあ、というわけで宗谷岬の近くの駐車場に来ました。あそこ自体に下がっていくと宗谷岬に行けるらしいです。ラーメンは北に来るほどうまくなる。すげえ気になるじゃん。最北端って思うとまたね、これはね、なんか感慨深いものがありますよね。階段も最北端の階段かもしれないし、8月でこんな寒いんだ。誰か一緒にこれブレイブフロンティアやってくれるおっちゃんいないかな。やってまいりました。ここが日本最北端の地でございます。宗谷岬の店の裏側にやってきました。はい、まあ、激寒なんですけど、寒ですね。あと30分でバスが出るんですけど、はい、ブレイブフロンティア、はい、やっていきましょうか。やるんすか。しょうがないか。それやりに来てるから俺。しかし撮影機材が潮風に当たりまくることに気づいて怖くなってホテルに戻る。いろいろあって、はい、まあ、一応稚内駅の今近くのホテルに今日は泊まるんですけど、はい、そちらの方で2人で、はい、だから東京でやれるじゃねえかっていうことはもうなしで、そういうのなしね。一応俺らも努力してツイッターでつぶやいたりしたけど、はい、来ないよ稚内には。まあでも我々、まあ、ゲーム好きとしては2人でもやりましょう、はい、そうですね、はい、2人で今からレイドバトル。辰巳さんがまだそんなに強くないんだよね。そうなんですよね。引っ張ってあげる意味でも一緒に行って、はい、じゃあ今からワンクエストやって、はい、もしクリアできたとしたら、はい、うまい飯じゃおごりましょう。マジっすか。北海道の街で何でもいいよ、好きなもん。カニ食いたい。俺も食いたい。カニ食いたい。ってことは、はい、クリアできなかったら、まあ俺は一人で行けばいいか。じゃあやろうよ。ちょっとじゃあ、いやこれ結局ね楽しいからレールバトルは、はい、ちょっと初めてなんでドキドキしてますね。まあでも俺が一瞬で倒しちゃうってこともね。グラノモス討伐5匹だって。適当に移動しながら、はい、でポイントとしてはさ、雑魚と戦いながらそういうのを貯めとくっていうのも一本の手ですから。あ、そんなの当たっちゃうんすね。はい、早くしてください。え、どうしたんすか。これ、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 なんで俺ばっか戦わせてんのよ。ちょっと、わかんないから。仮なしになるからね。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、マジで。はい、もう今来ましたから。いや、俺もうどんどん進んでるから。で、それぞれで2人で5匹倒せばいいから。あ、そういうことなんですね。そうそうそう。よしよしよし。あ、もう1匹目来ました俺。え、マジですか。はい、来ましたよ。強い。あー、結構強い。あ、なんか強そうなやつ出てる。ハイジーさんだけ。そうなんだ、まだ全然溜まってないから。ハイジーさんだけ強そうな。ブレイブバーストがまだちゃんと溜めくるまで使いたくないから今ちまちまやってます。どうしてもハイジーさんのとこ行きましたから。あー、やべやべやべ。あ、結構オルナが落ちた。やばやべ、俺の自慢のオルナ。あー、これ僕無理じゃないですか。いや、行く、行ける。行けます。弱気になっちゃダメだ。ダメっすか。ダメだよ、北海道まで来て。そうだそうだよ、北海道で強気。そうだよ。あ、僕の方は溜まりました。溜まった。溜まったけども、雑魚しか来ないです。ただ、倒しました。かましましたから。バチバチにかました。本当だ、はい、僕今現れましたよ。一番使えないパターンだよ。タイミング合わない。僕多分死にますよこのままだったら。俺もう一回ここで戦闘ボタン押してみようかな。あ、いたいた。あ、いたいた。あ、じゃあいました。二人で、うん、やっちゃいましょう。やっちゃいます、いきます。あ、満タンなのに回復しちゃった。何そのミス。満タンなのにブレイブ、もうブレイブバーストで回復しちゃった。ほら、結構削ったよ俺今。もう一気に半分以上削った。
オッケー、倒したー。早い。ハイジーさん、はいはいはい、早い。違うやつっぽいっす ね、違うやつだ。まあそれはちょっと頑張って一匹倒してくれ。これ僕相当時間かかりますよ。いいよ。初グラノモスですけど、そう、僕のカニみたいなやつが今活躍してますから。カニ強いでしょ。カニいいですね。うん、俺も使ってた。カニが食えそうな気がしてきました、こいつの活躍によって。なるほど。はい。あ、いたいたいた。溜めまくってる状態でもう全員解放しちゃおう。うわ、一発でいけんのか。あ、やべやべやべ。怖い、怖い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 。一発だ。来ました、ワンパン。ワンパンです、グラノモス。グラノモス、ワンパンすか。行きました。ちょっと僕も1匹ぐらい倒さないと。そうだね、もう3匹倒したよ。あ、もう1匹来た。俺がだってこれ倒したら、もうあと辰巳さんの1匹しか残ってないから、はい、そっち待ちってことになるから。いやー、ちょっとだいぶ牛歩戦術ですね、これ。ゆっくりゆっくり削ってまで。ああ、でも削ってるわけ、削ってるね、はい、あと3分の1です。あ、俺またワンパンしました、4匹目倒した。ちょっとオッケー、レベル違うなー。あとは辰巳さんお願いします。左上見てもらったら分かるんだけど、点滅してんじゃん、ハートと剣のマークが。で、辰巳さんが今戦ってる最中ってのは分かってんの。俺そっち移動してみようかな。で、戦闘やめてくださいよ。そう、出てきたら出てきたら終わるじゃないですか。出てきんない。あ、いた。もう、お願いします。でもこれ削れてないから、こっちのグラノモス。お願いしますよ。6匹目のグラノモスだね。じゃあもうそっち待つわ、俺。ちょっと待ってください。ちまちま攻撃しながら。だからほんと BB 使わなければさっきみたいに倒せないから。そうだ、死んだー、リリー。またあ、倒した倒した倒した、あ、倒しちゃった倒しちゃった、もうちょっと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 倒しちゃった、もうちょっともうちょっと、まずいた。あとこれだけの削り方してんだけど、あ、あ、倒しちゃった。あとこれだけちょっとこれだけ。でも多分これ自分でいかないと自分はクリアしたことにならないかもしれない。え、そうなんすか。俺は今コングラシュレーションズになったよ。あと2回ぐらいできるかもしれないです。俺もう部屋に今帰ってきちゃった。ただこれで辰巳さんが、じゃあよっしゃー、いった、行きました。辰巳ネットワーク星1ハイジ、星さんの貢献度でできました。やったー。ただ辰巳さん、はい、手持ちのキャラが、はい、ちょっとあんまよろしくないような。よろしくないですか。ちょっと今素晴らしいガチャのイベントやってるんで、ちょっと一発引いてみますか。僕結構今ダイヤ溜まってるんですよ。やってみましょう。超激レア召喚のキャンペーン中だから。そうなんですよ。もうこれ行くしかないよ。行くしかないんですよ。じゃあ行きますよ。行け。えい、はい、はい、来た、来た。当たり前だよ、もうそれ当たり前。虹扉は行きます。はい、来い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 。来たよ。来ました。これこれ来てるね。はいはい、これ星7まで行くやつです。ラーガブレイブバーストがもう BC とか HC をいっぱい貯めれるやつだから、まあ一番使い勝手がいいくらいのタイプです。なるほど、これ、はい、当たりでよろしいですね。はい、よっしゃよっしゃ。まあオラクルだけどね。